はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、タイトルにもあるんですが、私本当にリップマニアなんですよコスメの中でもリップがやっぱ一番多いかな。たくさんね、いろんなカラー持ってるんですけど、その中でも私がめちゃくちゃ気に入ってるベージュブラウン系のカラーのリップを紹介していきたいと思います。今回は合計6個紹介していこうと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけでベージュブラウン系のリップ紹介していくんですけど、私最近髪の毛をね、ずっとハイトーンだと思うんですけど、やっぱハイトーンにしてから真っ赤とかピンクとか、なんかそういう色よりかはちょっとこうブラウン系のニュアンスカラーが入った馴染みやすいカラーを使うことがやっぱり増えて、いろいろ新しいものを買ってみたりとか挑戦してみたりとかしてるんですけど、いろいろブラウン系のリップ試してみて、このカラーすごい良かったなっていうカラーを、結構濃いめのカラーからすごくヌードなカラーまでたくさん紹介していこうと思います。まず一つ目がこちらでございます。スックのコンフォートリップフルイドグローの08番でございます。まず1個目こちらなんですけど、これは結構ベージュっぽい感じのカラーです。とってもヌードなカラーになっております。私スック初めてね、今回これ買ってみたんですけど、めちゃくちゃいいです。で、特にこのカラーが私は好きだったかな。手に出してみるとこんな感じのカラーです。めちゃくちゃ可愛くないですか、この色。フルイドグローでちょっとツヤもある感じのリップになっているんですけど、何よりもね、発色がめっちゃいいんですよね。なんて言うんだろう、こう唇に乗っかってくれるような発色。こういうツヤ系のリップって唇のカラーと馴染みながら発色してくれるリップが多いと思うんですけど、このリップはどちらかというとテクスチャー的にはちょっと固めというか、チョコっぽい感じ、溶けたチョコっぽい感じのリップの乗ってくれ方をするので、しっかりと発色をしてくれるんですよ。なのでなんかこういうヌードなカラーとかって、私特にそうなんですけど、肌が暗い方とかだと薄すぎて顔色がすごい悪く見えちゃったりとかするんですね。でもやっぱりこういうリップを私つけたくってずっと探してたんですけど、わりかししっかりと発色もしてくれつつ、いいぐらいのヌードな感じのカラーだったので、めちゃくちゃ気に入りました。ただ肉眼で見る分にはすごい可愛い発色をしてくれるんですけど、やっぱりこうフィルターを通して、カメラとか写真とかを通して見ると、撮る場所の明るさとかによっては若干顔色が悪く見えちゃったりとかもするので、写真とかで見るとちょっと薄く見えたりとかもするかもしれないんですけど、このリップはすごく気に入ってます。で、このリップ若干ね、こう粘度が高いっていうか、すごいサラサラした感じのテクスチャーではないんですけど、でも唇にのせてもベタつきとかはそんなに気にならないので、すごく塗り心地もいいリップです。続きまして2つ目がこちらのビセリシェのミニバームリップスティックの BR311 番でございます。最近発売された新しいリップなんですけど、こんな感じのカラーです。一応ねこれブラウン系のカラーではあるんですけど、結構ねオレンジっぽいかな。手に出してみるとこんな感じのカラーです。そう、若干ねオレンジ味が強く出るようなブラウン系のリップかなと思うんですが、これねめちゃくちゃ可愛いんですよ。さっきのよりも色がしっかりと出るリップになってるので、こっちの方がやっぱり血色感とかは出やすいかなっていう風に感じます。ビセっていうのでプチプラでもあるし、あとこのサイズ感がすごいよくって、これミニバームリップスティックって言って結構ちっちゃめのサイズなんですね。リップとかってやっぱり色々買いたくなったりとか、せっかくリップ買っても使い切れなくてっていう方も多いかなっていう風に思うんですけど、このぐらいのミニサイズとかだったら使い切りやすかったりもすると思うし、持ち運びがねすごい便利だなっていうのはやっぱりありがたいですよね。私もやっぱ普段からちっちゃめのバッグを持つことが多いので、あんまりこうでかいリップとかだと持ってくは持ってくけど、やっぱりちょっとかさばるなって感じちゃったりとかするので、このぐらいの大きさのリップってめちゃくちゃ重宝しますよね。で、あとまあ見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ発色もよくって、これバームなのでちょっとこうツヤも感じられるかなと思うんですけど、塗っていても溶けてくような感じで綺麗に発色してくれるので、塗り心地もいいなと感じました。でもやっぱり今の時期マスクとかこういうツヤ系のリップってつきやすくなってはしまうので、そこがちょっと気になるかなっていうのもあるはあるんですけど、塗り心地とか発色とかカラーもそうですけど、やっぱり一番はコスパがいいので、そこが私はとっても気に入っております。では続きまして3つ目がじゃん、こちらの MAC のリップスティックモカというカラーです。このカラーがですね、こんな感じになっております。ちょっとピンクっぽい感じ、ピンクベージュっぽいっぽい感じのカラーかな。これはこのモカは私めちゃくちゃ気に入ってて、手に取ってみるとこんな感じですね。
今まで紹介した3色の中では一番やっぱピンク味が強い感じのリップになってます。肌のカラーとかにもよってくると思うんですけど、なんかすごく本当にちょうどいいカラーだなって私思ってて、ちゃんと血色感も出るし、馴染みやすくってすごいヌードな印象も出るしっていう、であとどんなメイクにも基本的に合うなって私は感じてるので、なんかリップどうしようかなって迷った時とか、あ、モカ使おうかなってなんか自然と思ったりもするんですけど、そのぐらい使いやすくてとても気に入ってるリップです。このリップやっぱちょっとね、他のリップよりも減りが早いんですよね。結構使ってます。私マックのリップすごい大好きなので、いろんなカラー持ってるんですけど、その中でもすごく気に入ってるカラーです。続きまして4つ目がじゃん、こちらでございます。またまたマックのリップなんですけれども、今度はこちらのタッチというカラーでございます。このカラーもね、ほん本当に可愛くて、さっきのよりももうちょっとブラウン味が強いんですよ。こんな感じで系統的には多分ピンクベージュ、ピンクブラウンとかなんかそうぐらいだと思うんですけど、比べると分かりやすいんですが、全然こっちの方がブラウン味が強いですよね。マックのリップスティックってテクスチャーの違いで何種類かあるんですけど、さっきのモカがサテンっていう種類のリップになってて、でこっちのタッチがラスターっていう種類のリップなんですけど、このラスターの方がよりツヤ感が強くって、若干透け感があるような感じの発色をしてくれます。さっきのサテンの方がもうちょっとクリーミーというかツヤ感はあるんですけど、ラスターよりももうちょっとしっかり発色してくれる感じのリップになってて、なのでまあこのタッチラスターの方は自分の唇のカラーも若干出してくれながら持ってくれる感じのリップなので、とても馴染みやすいし、より自然な感じはこちらのリップの方が出るかな。色付きリップまでの自然さではないですけど、まあ、イメージ的にはそんな感じのリップになってます。なのでメイクがナチュラルな時だったりとか、逆にメイク濃くってちょっと地元を引き算してナチュラルに見せたいなっていう時とかにすごくおすすめなリップです。でもなんか色の系統的には多分この一番最初のスックのリップのカラーと若干似てるかな。こっちの方がしっかり発色してくれる感じで、このカラーを若干透け感プラスしてもうちょっと暗めのトーンになったようなカラーがこっちのリップかな。割とこの2つのリップはカラー的には似たような感じの色合いになってます。では続きまして5つ目がじゃじゃん、またまたマックのリップなんですけど、5つ目のお色味がフォトというカラーですね。これは今ちなみにつけてるリップです。多分気になった方も多いと思うんですけど、このリップはもう結構ブラウン味が強いですね。今までのはなんかベージュがちょっと入ったような感じだったと思うんですけど、このリップはもうザ・ブラウンっていう感じのしっかりと発色が濃いリップになってます。このリップもサテンっていう種類なので、このモカと同じ種類のリップになります。なのでちょっとツヤ感はあるんですけど、しっかりと色は発色してくれるようなリップになっています。この色は私が持ってるリップの中では一番しっかりブラウンだなっていう感じのリップですね。本当に結構茶色みが欲しい方におすすめしたいかな。ただやっぱりこう肌にのせるのと唇にのせるので、唇の方が若干こう赤みがもともとあると思うので、肌にのせるよりも少し赤みが強く見えるかなとは思うんですが、でもしっかりとブラウン系のカラーなので、どちらかというとナチュラル系のメイクが好きっていう方よりはしっかりとしたメイクをするっていう方とかにおすすめなリップですかね。ここ最近ずっとリップはブラウン味が強いくすんだような感じのリップがトレンドになってきてると思うので、とてもモダンな感じの今時なリップカラーですね。これはねブラウン味がしっかりあることで、なんか写真とか撮った時にやっぱり血色感はどうしてもあまり出ないかなっていう気がするので、例えばチークとかでちゃんと色味とか持ってきてあげた方がメイクのバランスだったりとかはよく見えるかなっていう気がするので、そこら辺は全体的にバランスを見ながらメイクするのがいいんじゃないかなと思います。では続いてでラストになります。ラスト6つ目がじゃじゃん、こちらメイベリンのスーパーステイマットインクの70番でございます。このリップはもう本当に何度紹介したかわからないので、私の動画を見てくれてる方ならご存知の方も多いと思うんですが、このリップもブラウン系のカラーですね。こういったような感じのカラーです。もうね本当にこのリップはね推しですね特に推し、なんかもういろんな面で推しです。もちろんカラーもすごく可愛いし気に入ってるんですけど、まあ一番やっぱ落ちにくさですかね。本当このリップ使うと他のに戻れなくなるっていうぐらい、今は特にマスクとかもするのでそうなんですけど、他のものに戻れないっていうぐらい落ちにくいのですごい沼リップなんですけど、あとはやっぱりメイベリンさんっていうのでドラッグストアで買えるプチプラのコスメでもあるし、あと
すごい塗りやすいですね。やっぱアプリケーターがとても唇にフィットしてくれるような感じの形になってるので、まあなんか慣れるまではちょっと難しいって感じる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、私はもうこの形がすごい塗りやすくてそこもとっても気に入っております。色味はどうだろうね。この一番最初のスックのリップよりももうちょっとピンク味、赤みが強く出るかな。結構似てるんですけど、スックの方がよりブラウン味が強いですね。多分写真とかで見たらより伝わりやすいと思うんですけど、血色感はこっちのリップの方がやっぱ出やすいかな。血色感が欲しいっていう方はこちらの方がおすすめですね。いやでも私はブラウン系がいい、ベージュ系がいいんだっていう方はスックの方が色味的には理想に近いような気がしますね。まあでもこのリップは好き嫌いが分かりやすいリップではあるかなって正直思いますが、でも本当に1本持っておくとマジで使えるので、これは多分今後もずっと使い続けるんじゃないかなっていうリップですね。はい、というわけで以上6個が私のおすすめのベージュ系ブラウン系のリップたちでございました。どうですか皆さん、気になるカラーはありましたかね。結構幅広く紹介できたんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ参考になればね、とても嬉しいです。まあでも色って本当に無限だと思うので、もちろんこんだけカラバリがあってもまだまだブラウンベージュ系の種類とかたくさんあると思うので、よかったら皆さんのなんかお気に入りのベージュ系ブラウン系のリップとかもコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。私もまだまだベージュ系ブラウン系探しつつではあるので、このリップすごい可愛いよとかもしあればぜひコメント欄お待ちしております。ちょうど今タイムリーでブラウン系ベージュ系のリップ探してるっていう方がいたら、ぜひぜひこちらのカラー試してみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。